おたけ、お俺か、ま、強いて問題、資金に足にしても、初めて見たぜ。あの後運営にと、どう考えた、どうにもき、少なくとも。ん？まあ、それは。あっと、また。お前こんなところで何やってるんだよ。海外、ば、絶対、うん、たく四六時中地味犬地味犬うるさかった家じゃ、つかお前だよ。で、電脳探偵なあさくら、聞いたかよ。おい、サワサワ、うわつうかお前バンドだよバンド。まあとにかくそうべけどこれ、うん、
その様子なら。ところ話は変わるが、君には現在君の悪、そのためコネクトジャンプで、そのような。さて、仕事の時間。あの、約束した時刻通りか。ようこそクレミ探偵事務所へ。どうぞ。失礼しま、あなた、お、君、いえ、うん、まあいいでしょう。依頼人の山下優子さんですね。はい。では依頼内。はい。父が消えた。行方不明に。探偵さんには消えてしまった。うん、はい。父のですが、アカウント情報。呼びかけても応答。全く。父を。わかりました、お引き受けしましょう。ではすぐに調査を開始しましょう。連絡先を押し。いえ、それで。なるほど。山科誠のアカウント。結論から言えば、このアカウントはアカウントの動きに最近巷を握る。君にはまず現在もアカウントのエデンで聞き込み調査出番だ。
ちゃダメだよ。Thank you.
ちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。ダメだよ。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。
行くぞみんな。続けていこう。みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。
ダメだよ。みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。行くぞみんな。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。行くぞみんな。
行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。無事で何よりだよ。
デジモンをコレクションする人間の人間のアカウント上、しかし刺激していたはず。現実世界における影響を確認しておきたかった。デジモンが集めていたアカウント、ご苦労だった。主従の関係、そう思わないか。山科誠のアカウントが現住所もすぐその過程で依頼人山やはりと言う。ん、君にはまだは。とにかく失踪中の山科も。はい、こんにちは。そうですが。いえ、実は人を探していました。え、わた。では山科誠さん、この近くで行方不明者が出たらしいのですが。行方不明になった人物？そうですか。あいにくだが、妻も娘も外出していて。娘さんは今ど。パパ、どうし。ああ、帰ってきたか。これが娘の父。こちら。いや、地下一人だが。あなたたち。それがこの近く。行方不明だそうです。いえ、ご協力感謝します。おかげで必要な情報。ところで山科さん、お気づきでしたか。エデン。しかしご安心を、すでにアカウントは取り返してあります。し、その分、山科誠の本当の娘はこの山科地下で待っ。となると、あの依頼人は語った理由についてだが、依頼大いに興。そしてまあ、依頼人はまた事務所を落とす。さあ、事務所へ戻ろう。どうも。来たか。よそ、どうぞソファーへ。調査は終。と、アカウント。山科誠は行く。では、今。はい。また。いつでもどうぞ。次はぜひ上白優子さん。